どこぞの牢屋にぶち込まれちまう。ここは魔物たちのアジトだよ。こいつ、いつの間に俺の背後に。心配しないで。僕、悪い魔物。それより、君、怪我してるみ、痛みが、急に現れやがって。何者だ、お前。僕、ファミリー、よろしくね。いや、名前じゃなくてだな。お前が悪い奴じゃないってんなら、聞きたいことがある。俺の仲間をどこかで見なかった。君の仲間？ううん、見てないよ。そっか、会いたい人がいるんだね。じゃあ、こんなとこからは。えい！扉を開きやがった。とはいえ、あいつの呪文はや。
たちの勝ちだ。こうして地下から脱出しようとしてると、あいつと一緒に行って、あいつは無事だろうか。あいつ？ああ、まあな、いろいろ。いつでどうだ？
よっしゃ。確かにな。おい聞いたか、我らが邪竜軍をガリンガ様のご活躍を。おお聞いたとも。あの忌々しい神の民どもの里をついに攻め落としたさ。神の民、聞いたこともねえな。まあ今はそんなことをゆっくり考えてる場合じゃねえか。ねえ、だったらこういうのはどどうした。おいちょっと待て、こんなやつここでは見はっ。貴様なぜここに。今お前にはいろいろ聞きたいが。あいつら全員を倒すのは厳しそうだ。ちっ、どうするか。もうそんなことでどうするの。可愛い妹さんのためにもビビってなんかいられないよ。どういうことだ。なぜ俺に妹がいることまでお前が知っている。それにあいつはもう。おかしいな。前に君が言ってた気がしたけど。前に俺が言ってただと。お前とはこ、とにかく今は脱出することに集中しなきゃ。なんだよ、あぐらかしやがって。お前に言われなくても分かってるさ。俺のしぶとさを甘く見るなよ。
それもさっきのと同じ仕掛けだよね。でも今は動い大丈夫、壊れてない。魔力を注げばまた動く。僕ならなんとかできるかも。試してみるから。おい、見つけたぞ。脱獄した例の人間追ってかよ。いちいち相手にしてられねえ。パワーは魔力を注ぎ終えるにはもう少し時間。気をつけて。ご機嫌だぜ。いた。おととい来やがれ。行くか。いた。取れ、せい。おととい来やがれ。僕の手を見せてやるぜ。終わりだ。お前やるじゃないか。えへへ、それほどでも。僕を守ってくれた君のおか。またさっきとは違う部屋に来たね。先に続く。
まさかここは空の上だっての。しかしどうする、さすがにここからじゃ飛び降りるわけ。あ、見て、あっちにも。あなんだ。我は魔王様に仕えし六軍王が一人、邪竜軍王が魔王様に差し出すため気絶していた貴様を捕らえていたが、まさかここまで逃げ延びていた。非力な人間にしてはよくやったが、それもここまで。皆の者よ、あの男を捕らえよ。さあ、時は満ちた。魔王様に逆らう愚かな人間ども。ご機嫌だぜ。いて、おっと。ハイパーファング一昨日来やがれ。さすがにもうダメか。畜生。方法なら一つだけあるよ。この声はホミリンか。お前一体。君は僕のことをずっと前から知っているはずだよ。地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の食材も果たされるだろう。この言葉を覚えてる？その言葉は？ここを突破するために力をあげる。一度きりのとっておきの力さ。でもそれは君の一番大切なものと引き換え、君の一番大切なものは何？そうなんだ。大切なものは仲間たちとの思い出。それを失うかもしれないよ。構わねえ。俺に力を。生きてさえいれば思い出はまた作れる。俺は立ち止まれねえ。
そなたに力を与え。ついに観念したか。どうしてもここから出てやれ。非な人間の最後のあがき。愚かな人間も。やるぞ。ご機嫌だぜ。カミュよ、よくやった。どうやら切り抜けたようじゃん。わしはお主の世界で預言者と呼ばれる者。以前お主に預言を与えた手前、お主を最後まで導きたかったが、すまぬ。わしが手助けできるのはどうやらここまでのようだ。
生きてさえいれば道は開けよう。やれやれ、えらいこった。地形が変わ…ん？おい、あった！大丈夫か？そんなところでフラ…わからない…俺は…誰だ？